にちは、ジャパネット寺田中古車直売所の花です。阿部ちゃんです。はい、今回もね動画販売させていただくんですけど、こちらのお車、前の動画でも出たと思うんですけど、こちらのお車もなんと100万円以下シリーズのお車となっております。出ました、100万円以下。で結構ね、ジムニーとか販売させていただいて、結構こういったオフロードの車、うん、結構ね早く売れちゃうんですよ、トラスト企画。おお、なるほど。 それでこう味を占めた販売家がまたちょっとねオフロード、これからの季節にぴったりなお車があるということで、うん、今回こちらのエクストレイル販売させていただきます。でこちらのエクストレイルはですね、まあ、パッと見ねちょっと昔のちょっと古いエクストレイル だなって思ってる方いると思うんですけど、もうパッケージ、仕様、程度、そして値段がねもうすごく、もう四駆好きとかこれから四駆欲しいっていう方にねもうぶっ刺さるこのパッケージとなっているので、はい、これはね最後まで見ないわけにはいかないかなって思いますので。なるほど。皆さん最後までチェックの方お願いします。お願いします。名前深い、盛り上がってますか。イエーイ、はい。でこちらのエクストレイル、すごいねポイント、魅力がいっぱいあるんですけど、はい、まずはやっぱり程度、ちょっとね結構いいかなって思うので、そちらちょっと概要を説明しながら簡単に見せたいなと思います。はい、でまずこちらのエクストレイルはですね、平成22年、2010年式のお車でして、エクストレイルでいうと2世代目のエクストレイルとなります。そうですね。で型式的には DNT31 という型式になるんですけど、なんとこちらのお車、日本初のクリーンディーゼルを搭載しているお車なんですよ。なんとディーゼル車ですか。ディーゼル車です。素晴らしい。しかもこちらのお車はディーゼルターボ車なんですよ。最高じゃないですか。もうこれを聞いただけでね、もうトルク感があるのを分かると思うんですけど、そんなにねスポーティーというか、結構やっぱオフロードで活躍するような仕様のお車なんですけど、程度がねものすごくいいんですよ。でこちらの色ね、パールなんですけど、傷というね傷がそんなにないお車で、まあフロントがねちょっと細かいオフロード車っぽい傷はね、いやこれオフロードでついたやつじゃないよきっとこれちょっと飛ばしちゃったやつですかね。とかまあまあまあですね。でも下側は全然綺麗ですね。はい、こういうところは全然擦ってたりはしないですね。あとボンネットにこういう点々っていう傷が、細かい傷があったりするんですけど、もうめちゃくちゃなんか私の車とかはすごい木があってもズン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 いっちゃうタイプなんで、すごい擦り傷とかが多いんですけど、こちらの車はないです。なるほど。ミラーとかもすごいピカピカですし、このステップのあたりとかね、はい、ステップもないですし、結構こういう車ってこの中のフェンダーラインとか中も汚かったりするんですけど、全然そんなこともなくて、あ、綺麗だぞ、すごい。ただ一つ多いなって思うのがこちらですね。あ、なるほどね。荷物を、まあ、乗せたり下ろしたりするときに、まあ、できちゃうすごい細かな傷、でも綺麗ですよ全然。そうですね、がちょっとリアは多いかなっていう印象ですね。あとここに傷少しありますね。そうですね。あと助手席側にちょっとタッチペンした跡が、ほとんどわからないないですね。でちょっとここ少し若干へこんでる、あ、確かにの分かりますね。分かりますね。ここががあるっていうくらいですかね。はい、まあ、これオークションでいくと、はい、まあ、4.5 かなって感じですね、っていう評価になると思います。まあ、なんで本当細かい部分はあるんですけど、全体的に見たら全然いい車でして、
で内装もねちょっと見せたいんですよ、うん、内装の方お願いします、はい、はい、内装の程度をお伝えしたいところなんですけど、なんとこちらディーゼルターボだけじゃなくて、はい、6速 MT になっております。うわー、これはいいわ。これもう文句ないでしょ。買いだわ、買いもうすぐ買いでしょ、うん、素晴らしくないですか。素晴らしいですね。あ、でもオーディオはついてないんだね。そうなんですよ。で内装はもうほんとシートとか全然もう穴開いてたりとかは全くないですね。まず新車の匂いが少ししますね。しますね。でさっき阿部ちゃんも言った通り、ここのねオーディオとかナビがないので、うん、まあ、ここがちょっと懸念点になるかなと思うんですけど、なるほどね、まあ、こういうのはパーツ屋のトラスト企画に相談してもらえれば、まあ、中古で探すことも可能ですし、うん、まあ、新品であの入れるのもあの相談してもらえればできるので、うんうん、そちらはぜひご相談ください。リアはどうなってるんですか。リアはですね、うわ、めっちゃ綺麗じゃないですか。そう、結構ねリアにも人じゃなくて物乗せちゃって、うん、こう変にへこんじゃったりする車も多いと思うんですけど、うん、この車はそんなことないです。素晴らしい。ちゃんと5人乗りで、こういうところとかね傷つきやすいんですけど、もう比較的許容範囲内なのかなって思いますね、うん、あ、全然 OK ですね、はい、こことかもね全然物入れてヨレヨレになっちゃう人とかもいると思うんですけど、うんうんうん、全然そんなことないです。素晴らしい。はい、やっぱこういう車気になるのはトランクの容量とかですよね。そうですね。じゃあぜひ後ろの方見てほしいんですけど、もうすでに荷物が乗っているっていう。あ、でも全然綺麗ですよ。そう、ここはそんなにないですね、うん、これもカーペット敷いてあってね、はい、敷いてあるので、まあ、このまんまでも使えるんですけど、まあ、傷が気になる方はこのまま使ってもいいかなと思います、うん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 、で、これスタッドレスのこう、はい、ホイール、タイヤをあの入れてるんですけど、うん、もうそれも全然余裕で乗せれちゃうよっていう感じですね、うんうん、でこれ乗せちゃうと、もう物って細かいものとかこう隙間とかにしか置けないと思うんですけど、うん、なんとこれ2段式になってまして、うわ、引き出し、え、しかも超綺麗。ここにね、まあ、洗車グッズだったり、はいはいはい、細かい小物をねこう、うん、まとめて入れれるので、あ、こっちにもこうスペースがあるんですね、はい、これはすごい、これいいね、便利だと思います、うん、これはいいや。でこちら 20GT っていう結構まあで4駆、うん、なので本当にオフロードというかアクティブな方が使うために作られた車なんですけど、まあ、こういう防水とかになってるので、うん、すごい手入れも簡単ですし、すごい汚いものを、ね、気にせず乗せれるかなって思います、うん、スノボーとかね、はい、自転車とかね。そうなんですよ、うん、であとシートのこの裏の面、ここ引っ張ったら倒れるんですけど、うん、この裏の面もこういう素材になってるので、ね、まあ、シートをねこう汚しちゃったりっていう心配もないです、うん、ここはもう拭いちゃえば全然綺麗に使えます。なるほど、はい、っていう魅力たっぷりのエクストレイルなんですけど、ちょっとエンジン見ますか、うんうん、はい、日本初のクリーンディーゼルがこちらです。おー、わからんこちらのエンジンは型式でいうと MQR っていう型式のエンジンなんですけど、排気量が2リッターのディーゼルターボ4発のお車です。で走行距離がこちら約7万8000キロのお車でして、でね、あのこういうシールがあるんですけど、おちゃんとね、オーナーさんがメンテナンスしてたのが分かるかなと思います、うんうん、で結構なんかやっぱディーゼル車ってこう壊れやすいイメージとかはあるんですけど、うん、結構この型式のエクストレイルはエンジンオイルとかそういう管理しっかりしてれば全然スすとかも溜まることがなくて、結構ライバル車が CX5 なんですよ、うん、で CX5 はあのススが溜まりやすいから、うんうんうん、みんなこっちを選んだり
しますね。なるほどね。やっぱディーゼルなんで燃費もいいし、うん、安く済むしっていう、うん、すごい魅力的なパッケージかなと思います。燃費はだいたい13から14キロっていう風に。めっちゃいいじゃないですか。ターボ6速マニュアルで13キロでしょ、はい、もう買うしかないよこれ。しかもあのこちらのねお車結構やっぱトルクフルなお車なんで、まあ、このまま人を乗せてどっか遠くに行くのもいいんですけど、牽引するにもすごいぴったりな。確かにお車なんですよ。ディーゼルトルクあるから。そうそうそう、ジェットスキーとか、そう、うわとか、まあ、釣りのボートとか好きな方だったらボートとかトレーラーハウスとかもね、はい、うん、引っ張れる全然もう力が十分ある車なので、そういう使い方をしてもすごくいいのかなと思います。もうこれは全然あの事故歴とかもないお車なので安心してください。はい、でね、一通り、まあ、内外装を紹介してきたんですけど、どうですか？いいです。買いです。買う。買いますよね。買う買う。で、これあの調べたんですけど、結構この10万キロ以下でこのパッケージの車だと、まあ、大体100万円は超えてきちゃうんですけど、うんうん、なんとこちらのお車はあのオーナーさんから直接トラスト企画が買い取りしたお車なので、うん、値段を抑えて皆さんに還元するお値段でこちらのお車は販売させていただこうかなって思ってます。これワンオーナー車両ですよね。ワンオーナーではないんですけど、なんとリピーターのお客さんがあの売っていただいたお車で、うん、その1回目はスカイライン GTR を売っていただいたお客様から買い取りした車両になります。でこちらお値段の方もそうなんですけど、うん、実はこれからの時期にぴったりな特典もついてくるので、お、ちょっともうお値段の方まずは早速発表したいかなと思います。はい、お願いします。こちらの素晴らしいパッケージになっているエクストレイル込み込みで、うん、なんとこちら、あらあら、同じ値段、98万円で販売させていただきます。買ったはい、でその特典というかもう安いんじゃないかって思うポイントなんですけど、まずこちらのお車、うん、車検が再来年の8月、あらすごいですね。令和7年の8月まであります。素晴らしい。これはね結構いいですよね。でさらにリアにこちら、さっき、はい、これ容量を説明するだけじゃなくて、うん、なんとこちらのスタッドレス4本プレゼントします。おお、ホイールも、ホイールも、はあ、なるほどね。でもこれちょっと古いね。まあそうですか ね、 タイヤはね、うん、まあでもホイールは、はい、あるので、うん、タイヤ変えてもらって、うんうん、全然これからスノーボードとか、わ素晴らしい、雪のこうアクティブしたい方はもうね履き替えちゃえば全然いけちゃうので、うんうんうん、すごいいいかなって思います。はい、どうですかこのサイズ感で100万円以下ってなかなかないですよね。なんかすごい魅力的これ相当頑張っちゃった、めちゃくちゃいいよこれ、お車なんですよね、うん、でなんとそれだけではなく、うん、なんとこちらのお車、なんとなんとタイヤパンク保証付きなんですよ。ああ、じゃあこの今履いてるやつですね、はい、がパンクした場合はもう無料で4本交換できるっていうこれは売れちゃうな売ってる側でも分かります、すぐ売れるのそうなんでこれね結構瞬殺になっちゃうと思うんで、皆さんお問い合わせは本当に早めに、もう最後まで見なくて大丈夫です、うん、もう今すぐ連絡してください。はい、でもう一度あのこちらのお車説明すると、平成22年式2010年式のエクストレイルで、まあ、走行距離現在76,891キロとなってます、うんうん、まあ、もうちょっとで77,000キロって感じですね。
て車検は再来年2025年の8月までたっぷり長いですね。あります。でこのね、女性でも男性でも乗れるこのカラーはホワイトパールになっております。うん、でやっぱポイントとなるのがディーゼルターボ6速マニュアルスタッドレスタイヤプレゼント、うん、タイヤパンク保証付きっていうパッケージ、素晴らしいようになっております。だからね、こっちもいいなって思ってた人、こっちの動画見てこっちも欲しくなっちゃったでしょ。2台いっちゃいましょう。2台でもいいです。2台200万。確かに2台であればもしかしたら込み込みでお値下げすることもできるかなと思うので、ぜひぜひご検討ください。はい、はい、ということで、結構この100万円以下シリーズ人気みたいなので、うんうん、またこういったお車紹介できるように頑張りますので、はい、皆さんが弊社からたくさん買っていただければ、はい、その分安く、はいね、利益還元させていただけるので、はい、皆さんの購入にかかってます。はい、これもね今まで購入したお客様のおかげで、そうですね、はい、できてるのでありがとうございます。ありがとうございます。はい、でこちらのね、これからものシーズンにも大活躍するこちらのエクストレイル、まあ、全然そんなに気になる大きな傷はないんですけど、ちょっと検車確認したいなっていう方は全然大歓迎ですので、概要欄にある販売ラインの方または電話の方からお問い合わせの方お待ちしております。お願いします。はい、ということで今日の販売動画は以上です。あ、これ買いたいなって思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。茨城県下妻市の GT カー専門店トラスト企画、この度メカニックを募集します。自動車業界で働いてきた実績がある方、特に10年以上のキャリアがある方大歓迎。スポーツカーが大好きな方、好きを活かせる仕事がここにある。ご応募お待ちしています。